兄さん、お兄さん、血管洗浄機はこれじゃありませんか？それだ、ありがとうございます。助かりました。お礼に俺もそちらの探し物を手伝いますよ。あらあら、ありがとうございます。でも、もう見つけちゃいました。月刊和菓子堂、和菓子で心身を磨く和菓子堂の専門誌なんです。すごい本ですね。和菓子に興味があるんですか？もちのロンロンです。私は本郷ひろみ、隣の和菓子屋三日月の店員さんなんですよ。なるほど、本職の和菓子屋さんでしたか。俺は神山清十郎、大帝国劇場の者です。あらあら、初穂ちゃんとあざみちゃんとこの方、うちのお得意様じゃないですか。お二人とも可愛らしいし、食べっぷりもいいから、ついついおまけしちゃうんですよね。いつも二人が世話になってます。俺も今度寄らせてもらいますよ。はいはい、ぜひいらしてください。和菓子は日本人の心です。ジャパン。
に。あの変な空間は今回はないみたいですね。そのようだな。だが油断禁物だ。一気に片付けるぞ。了解。よし、行くぞ行くぞ。てえはっ、てそこだ。やっ、ふんふん、ふっち、せっ、そんなことないよ。それより明日から一緒に伝言の練習をしような。ん？何のことですか？しばらく来ないうちに、またここはみすぼらしくなったな。修理費用にもこと書いてるようです。帝国歌劇団も風前の灯火かと。やはり先日コーマを駆逐したのはマグレか。次はあのアナスタシア・パルマを使って公演を行おうと思っているようだが、所詮は二流、いや三流劇団。ビッグスターを呼んだところで何ともなるものか。まあ子供のお遊戯よりマシだろうがな。今の何なんです？プレジデント G、 ウルフのお偉いさんや。ウルフ、
世界歌劇団連盟のことや。ワールドなんちゃらかんちゃら、略してウルフやな。そのトップに立つんがあの男や。なんやイケスかんやつやで。え？そんな人が何の用なんだ。どうしてもみんな全滅しちゃう。普通助けになんて来てくれないよね。神山だけど。あ、はい、どうぞ。どうだい、脚本は進んでるかな。はい、一応ですけど。よかったら読んでもいいかい。あ、はい。面白い。すごいじゃないか、クラリス。本当ですか？よかった。でも、いいところで終わっていて、早く続きが読みたいな。はい、頑張ります。